Just lay out there, just stretch it out now. Just lay out there, just stretch it out now.
頼むよルルーシュ。巨大ピザのトマトがまだ届かないんだ。それと馬術部とフェンシング部の境界線争いを勃発するし、ボディービル部の出し物は風紀違反すぎるし、いつもみたいになんかいい作戦考えてくれよ。聞いてる？ルルーシュ。聞こえてるよリバル。生徒会長のお前がグズグズしてるからだろう。だいたい12月5日なんてとっくに学園祭シーズン終わってるじゃないか。仕方ないだろ、ミレー会長が全然引き継ぎしてくれなかったんだから。ここはアッシュフォード学園。学園祭を明日に控え、生徒たちは忙しく準備をしている。頼むよルルーシュ、とりあえず馬術部とフェンシング部の方から。そういう荒事はカレンかスザクが向いてるな。ボディービルの方、兄さん、校門の飾り付け作業終わったよ。ご苦労だったなロロ。ったくルルーシュは人使い荒いのよ、次から次へと。そんなことないよ、兄さんは僕らを信頼してるから頼むんだよね、兄さん。その通りだロロ、お前は賢いな。相変わらず兄の前では子犬のようなロロであった。誰今の声。カレンは思った。私だってルルーシュに褒められたいのに。そんな彼女の乙女心が。こら、勝手に心の声をつけるな。誰よあんた。私はナレーション。ナレーションに突っ込んではいけません。突っ込むわよ、だいたいこの声どっかで聞いたことあんのよ。私はナレーション。理解は幸せ。思い出した、頭のおかしい人だ。死刑だ。私は正常なジャッジメントするにあたり、おはようございましたポペ。取り乱すな。はあ、これはルルーシュ様、お見苦しいところを。さっさとナレーションに戻って物語を進行しろ。イエス、イワンマジェスティ。ナレーションが返事するなって。そもそもその返事はおかしいよ。イエス、イワンマジェスティって。ひらめいた。学園祭の間はさ、みんなの挨拶はイエス、イワンマジェスティにしようぜ。この学園を一つの国と考えればさ、生徒会長は皇帝陛下ってことになるだろ。単純、所詮はリバルだね。うん、なかなか面白そうなアイディアだな。だよね、兄さん。おいおい、というわけで、さあ皆さんもご一緒に、イエス、イワンマジェスティ。イエス、イワンマジェスティ。あら、思いのほか後半の、でもね、どうなんだろう、もっと大きな声で聞きたかったな。人望の問題ね。それに発音も悪いな。正確にはYes, you are majesty だ。エンペラーズイングリッシュってやつだね、兄さん。今度は兄さんがやってみてよ。生徒の皆さん、今から1,2のって声をかけますから返事してくださいね。うん、みんな Yes, you are majesty だぞ。間違えるなよ。じゃあ行きますね。 1,2 の Yes, you are majesty。 大変揃ってはいるが、まだ半分ぐらいしか喋っていないな。恥ずかしがらずにみんな大きな声を出していこう。まあ、いきなりやるのも問題はあるが、我々で手本を見せていこうと思う。さあ、後ろのみんな、俺の後についてきてくれ。よし、それでは行くぞロロ、頼む。うん、行くよ。 1,2 の Yes, you are majesty。 うん、多少揃わなくても元気がある方がいい。みんないいな。では行くぞロロ。うん、 1,2 の Yes, you are majesty。まだ照れが、まだ照れが感じるな。今日ではもう一度、行くぞ、ロロ。うん、1,2 の Yes, you are majesty。 うん、大変よろしい。だが、まだ多少ばらつきがあるが、まあよしとしよう。戻るぞ。生徒会長の俺よりうまくやるんだよ。あ、はいはい、泣かない泣かない。どうしたんだいリバル、学園祭は明日だっていうのに何か悲しいことでもあったのかい。スザク、みんなも来たのか。
部の方も終わったし、私たち何を手伝えばいいの？そうだな、ニーナはパンフレットに訂正シールを貼ってくれ。それから私はピザの係をやろう。なあ！遠慮するな。ついでに味見役も引き受けるぞ。シーツ、どうしてみんなと？先ほどクラブハウスの方に訪ねていらしたんです。君の彼女なんだろ？嘘！彼女？待て、シーツ、お前一体どういう説明をしたんだ？ありのままを、二人だけの秘密があることとか、プロポーズされた話とか。いつしたんだ？何月何日何時何分に？小学生か、お前は。ルルがプロポーズ？そうだ、ルルジュ、結婚式はクルルギ神社でどうだろう？ああ、素敵なアイディアですね、スザクさん。スザク、お前状況を理解してないだろう。理解してるよ。これ以上君が女性に悪さをしないように契約しろと言ってるんだ。お前、シーツーに何吹き込まれた？それをここで言ってもいいのか？ナナリーの前で。何？これは戦場の音だ。見て、中華連邦のナイトメアよ。抵抗をやめよ。この学園は現時点をもって我らネオ中華連邦の支配下に入った。逆らう者は民間人といえど容赦せぬぞ。おとなしゅう我らの指示に従え。お兄様。繰り返す、我らはネオ中華連邦、我らの指示に従え。ネオ中華だと？ただいまの映像はアシュフォード学園を占拠したテロリストグループより送られてきたものです。テロリストは旧中華連邦の支配層だった大宦官の生き残りと見られており、人質の安否が気遣われます。現場からミレイ・アシュフォードがお伝えしました。みんな無事でいて。どうなっちゃうのかな、私たち。大丈夫、きっと軍隊が助けてくれるって。どうやって？こんなに人質がいるのに。それはどうしたの、ルル？いや、かわいそうな奴らだと思ってな。そう、俺たちかわいそう。間違ってるぞ、リバル。かわいそうなのは俺たちじゃない、テロリストの方だ。え？まったくだな。ここには悪魔的な知能の持ち主や常識外れの戦闘力を持つ化け物どもが救っているからな。言っとくけど C2、その化け物の中にあんたも入ってるからね。え？何意外そうな顔してんの。あんたが一番人間離れしてんのよ。ねえ、私に考えがあるんだけど。考え？ちょうど開発中だった新型の元素があるの。これは摂氏78度で甚大な化学反応。大丈夫だニーナ、俺に考えがある。そうそう、こういうのはルルが得意だから任せよ。ね、俺もルルーシュに一票。そう？ほらルルーシュ、早く作戦を聞かせて。そうだな、まず敵ナイトメアを無力化。その上で同時多発的に校内の敵戦力を殲滅しつつ、敵が混乱したところで司令部を直撃する。頭を叩けば戦いは終わるな。それなら生徒たちにも被害が出にくい。よし、それで行こう。この俺にテロを仕掛けるとはな。ルルーシュたちは行動を開始した。しかし、クラブハウスのエントランスでは、武装した兵士たちが警戒している。誰だ！部屋から出るなと言ったはずだぞ！戻れ！残念だが、私は命令されるのが大嫌いなんだ。お願いなら、聞いてやらんでもないぞ。さえごと、止まらんと撃つ！撃ったらどうなる？え、そりゃ、死んじゃうだろう。ほう？それは面白い。では撃ってみてもらおうか。何？ほら、この眉間のあたりがおすすめだぞ。撃ちやすいように目を閉じていてやろうか。なめるな！嘘つきめ、やはり死なないじゃないか。化け物！化け物？失礼なやつだなあ、ルルーシュ。確かに C2 を侮辱したこと、そしてナナリーを怖がらせたこと、有罪だな。何？ルルーシュ・ビブリタニアが命じる、お前たちはトイレにこもっていろ。
Yes, Your Majesty! なぜ殺さない？相手はテロリストだぞ。この学園で血を流したくなかっただけだ。お前にとって大切な場所ということか。ロロカ、ナイトメアの方はどうだ？起動キーの鍵穴に瞬間接着剤を流し込んでやったんだ。これでしばらくは使えないはずだよ。よくやったロロ。こちらは体育館に向かう。合流できるか？もちろんだよ、兄さん。大観覧様、体育館の部隊と連絡が途絶しました。何だと？ナイトメアを出して対応しろ。それが、全てのナイトメアがなぜか起動不能だと。バカな。東校舎から入電、つなぎます。敵です。東校舎に敵が来たぞ。撃てて。かわした。壁を走るだと。うわ、どうした？落としろ。おい、なんだ、一体何が起こっているというのじゃ。ったく、相変わらず非常識な男ね。マシンガンを持った相手に突っ込んでいくなんて。君だって結構な回し蹴りを決めてたじゃないか。あんたのには負けるわよ。ランスロットに乗ってる時もやってたでしょう。ああ、くるくるキックのこと。いえ、そんな名前だったの。本当は日の堀流誠一式旋風脚って名前なんだ。でも東堂さん、ああ、僕の師匠なんだけど、子供には言いづらいだろうからって。それでくるくるキック。クルルギスザクのくるくるキックって言うたびに自分で受けるんだよな。東堂さん、意外と親父なんだあの人。東堂さんって。南校舎廊下、ロロたちと合流したルルーシュはさらに進んでいく。しかし、こうして歩いてるとこの学園にテロリストがいるなんて信じらんないな。本当にテロリストの方々はどこに行ってしまったんでしょう。大方トイレにでも行ったんだろう。まあ、お兄様ったら冗談ばかり。ねえシャーリー。何？私、シャーリーに伝えなきゃって思ってたことがあったんだ。私に？それが何だったかどうしても出てこないの。とても大事なことだった気がするのに。あ、あるある、そういうこと。私、記憶には自信なくてさ、忘れるなんてもうしょっちゅう。シャーリー、考えすぎるとかえって出てこないものよ。これ、忘れんぼの先輩からアドバイスね。ねえ、ロロ。何、ナナリ。私ってお兄様の妹よね。うん。で、僕が兄さんの弟。それじゃあ、私はロロにとってお姉さん？それとも妹？お母様が亡くなった時、ロロ、あなたは泣いていた？それとも怒っていたかしら？それに私、あなたの顔がどうしても思い出せないの。カレンからだ。どうやら敵司令部に突入したようだな。なんだ、我々は陽動か。つまらなさそうに言うな。こっちは非戦闘員を抱えてるんだ。カレンか、作戦通りに行ったようだな。はじめまして、学生君。誰だ？お友達は私が預かっている。そう、巻毛の坊やと赤毛の少女じゃ。バカな、スザクとカレンが敗れただと。お友達に会いたければ礼拝堂まで来るがよい。待て、二人の声を。カレンが捕まったの？スザクさんが負けるなんて。兄さん、まさか。ああ、あの二人を倒す可能性があるとしたらギアスだ。ようこそ、学生諸君。スザクとカレンはどこだ？友達思いで結構なこと。若者はそうでなくてはな。金もない、地位もない、
力もない。持ち物といえば青臭い友情くらいなのだから。ふん、俺が何も持っていないように見えるのか。その目は不良品のようだな。お口だけは達者なようじゃ。ならば教えよう。お友達はここじゃ。ん？壺？ふざけんな。そんな壺に人間が二人も入るわけないだろう。カレンたちを捕まえたっていうのは嘘なの？いや、あれは千人白金大壺。知っているのか、シーツ。ああ、ギアスを研究するためシャルルは世界中の大パーツを収集していた。あれはそのコレクションの一つだ。その通り。まずはナナリ・ランペルージ。はい。しまった。ナナちゃんが気絶した。ナナリ！一体どうなってるの？あれは千人白金大壺といって、返事をした人間の魂を自動的に飲み込む壺だ。どこのおとぎ話だよ。魂なんて、そんな非科学的な。事実、ナナリーは倒れたんだ。認めるしかない。慌てるな。返事をしなければいいだけの話だ。ほほう、千人白金大壺を知っていたことといい、聡明な女性のようじゃな。それにとても美しい。あなたのような方を才色兼備、本当の貴婦人というのでおじゃろうな、シーツーさん。まあな。あ、バカ。あ、ごめん、ルルーシュ。シーツーさんまで。どうする、奴の機械の目にはギアスは通じない。あの壺、千人白金大壺と言ったか。奴があれを持っている限り。待てよ、千人。そうか、ルルーシュー。いいだろう、ならば俺の名を呼ぶがいい。兄さん。妹と一緒に死にたいか。結構。ただし俺の名を呼び間違えるなよ。今から俺はルルーシュではなく。あれは何やってんだよ、ルルーシュ。無駄なことよ。その黒、そのマント、その仮面。この世界でそなたの名を知らぬ者がいると思うてか。だったら呼んでみるがいい、この俺の名を。呼ばいでか。さあ返事をします。今だろう。はい、兄さん。時間は止めたけど、これからどうするの、兄さん。こんなこともあろうかと、この会場にいる生徒たちにはあらかじめギアスをかけておいた。え、どんなギアスを？ルルーシュビブリテニアが命じるゼロの仮面をかぶれ。そうだ、我が絶対純子の力ギアスに従い仮面をつけるのだ。ゼロの仮面を。兄さん、まだ仮面をかぶらない人がいるよ。ああ、急いでかけたからな。かかりの悪いやつもいるようだ。うん。おい、そこ、入場時に受け取っただろう。なくしたのか。よし。そこの人も勇気を持ってかぶってほしいな。あれ、兄さん。ん？あそこの人たち、まだ仮面をつけてないよ。いいんだろう、あそこは関係者席だ。関係者って何？よし、みんなあらかた仮面をかぶったようだな。兄さん、これ一体どういうこと？奴の壺は千人白金大壺、つまり一度に1500人は吸い込めない。そうか、無理に吸い込もうとすれば。そういうことだ。いいか、お前たち、やつがゼロの名前を呼んだら全力で答えるのだ。イエス、You are majesty。 じゃあさっきみたいに僕が合図しますから続いてくださいね。1,2 のイエス、You are majesty。 ダメだ、
お前たちの全力はそんなものか。兄さん、僕そろそろ限界。ロロ、お前たちロロを殺すつもりか。今度こそ決めるぞ。いくよ、1、2の。イエス、You are Majesty。 まだ足りない。ロロのギアスには制限時間がある。いいか、最後にもう一度だけ行く。行くぞロロ。みんな、みんなお願いします。1、2の。イエス、You are Majesty。 よし、まだまだ本番はあるから、その時にはよりもっと全力で頼む。よし。あ、ロロ、大丈夫だ。これで条件はクリアされた。よし、ロロ、ギアス解除だ。さあ、そなたもこの千人白金大壺に入るがよい。ゼロー、今だ。1、2の。イエス、You are Majesty。 なに？かかったな、大観覧。バカな、ゼロがいっぱい。兄さん、みんなの魂が吸い込まれていくよ。いかん、こんなにいっぱい吸い込んでしまっては。ナナリ、気がついたか。皆さん、魂はちゃんと戻りましたか。どうやらみんな戻れたようだな。おのれ、こうなったら柔道くるくるキック。観念しなさい、大観官。スザク、彼、そんなところに閉じ込められていたのか。ああ、気絶してる間に運び込まれたみたい。ルルーシュ、君が助けてくれたのか。ああ、無事でよかった。とにかく、これで一件落着だね。俺たち生徒会が力を合わせればできないことはないって。調子いいんだから。おい、みんな、こっそり逃げようとしてるやつがいるぞ。見逃しておじゃれ。さあ、どうする、みんな。決まってるわ。ルルーシュ、お前も決めてるんだろう。どうやらお仕置きタイムのようだな。行くぞみんな。 Yes, You are Majesty。 ミレイ・アッシュフォードです。たった今新しい情報が入りました。先ほど軍が突入しました。まだ校内にカメラは入れませんが、テロリストの制圧に成功したと軍から正式に発表がありました。今回の突入は学園内部から匿名で通報があったのを受けたもので、軍が突入した時にはすでに何者かの手によって大半のテロリストは無力化されていたとのことです。なお生徒たちは全員無事と。よかった、みんな。ミレイちゃん、放送。あ、すみません。とにかくよかったです。やれやれ、ようやく正規軍のお出ましか。まったく、ひどい目にあった。本当？そうだな。でも俺は、ついこの間まで俺は奴の言う通りだった。金もない、地位もない、力もない、ただの学生で。だが、俺は手に入れた。金も、地位も、力も、すべてを手に入れて、そして失った。お兄様、何を。だからわかるんだ、俺には何が幸せなのか、本当に大切なものは何なのかって。おいおい、どうしちゃったんだよ、ルルーシュ。悪かったな、リバル。最後まで何も話してやれなくて。え？ニーナ、俺は全てを終わらせた。だから君はここから始めるんだ。ルルーシュ、大丈夫。君の才能は本物だ。ルルーシュ、あんたの体。学校に戻ったんだな、彼。お母さんが安心するから。でも、ナイトメアに乗ってる私も本当なの。
だから。何も諦めることはないよ、カレン。君は全部手に入れればいい。お兄様、何をおっしゃってるんです？まるでお別れみたい。ナナリ、お前はもう見ることができる。世界の現実を、善悪の判断も、自分の未来だって。変です、お兄様。だって、私の目は…私、見えます。お兄様のお顔が…待て、ルルーシュ。スザク、明日を頼む。お前にはそれだけの力と責任がある。ルルーシュ、ありがとう、みんな。昨日でも明日でもない今日という日を、ありがとう。勝手に消えるんじゃないわよ。お兄様、どこに行かれたんです？お兄様。ねえ、シャーリーがいない。ロロとシーツーさんもだ。どうなってるのよ一体。そう、そういうことなのですね。お兄様、わかるの？教えて、ナナリ。カレンさん、今日は何月何日ですか？え、今日は12月5日だけど。そうか、ルルーシュの。はい、今日はお兄様の誕生日です。だから、奇跡が起こっても不思議はないか。そうか、ルルーシュ、この奇跡は君が。お兄様は私たちにいっぱいいっぱい奇跡をくれました。俺たちだけじゃないさ。あいつは世界中の人に平和って奇跡をプレゼントしてったんだ。ありがとう、ルルーシュ。私たち、あなたのくれた奇跡、大事にしてるよ。あのバカ。これじゃ忘れたくても忘れられないじゃない。思い出したわ、シャーリー。あなたに一言伝えたかったの。友達になってくれてありがとうって。ロロ、私たちきっと仲良しになれましたよね。だって二人ともルルーシュお兄様が大好きだったんですもの。ルルーシュ、礼は言わない。君にはそれだけの罪があるのだから。でも今日は誕生日おめでとう、ルルーシュ。Thank you.
初めてお会いする方もたくさんいるかなと思います。もし私がこのコードギアスという作品に巡り合わなかったら、今日こうして皆さんの前で歌うということもなかったかもしれません。そう考えると、
出会いということは本当に不思議で大切なことですよね。みんなもルルーシュやスザクやアッシュフォード学園のみんなと出会って、時に心の支えになったり、きっとそんなことがあって今日ね、ここに来てくれたんだろうなと思っています。本当にこういう出会いとても嬉しく思います。ありがとうございます。今日会場の皆さんが幸せな気持ちになってくれることを願っています。それじゃあもう一曲歌います。私は本当にルルーシュのことが好きっていうね、そんな気持ちがみんなにも伝わるといいなと思って歌います。聴いてください。マスカレード。探しつつ
皆さんこんばんは。声が小さい。皆さんこんばんは。ああいいですね。イエス・ユア・マジェスティ。おー、いいですね、いいですね、ありがとうございます。いや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 、コードギアスでございます。待ちかねていたことでございましょう、皆さん。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。いかがでしたか、これまでの流れは。楽しんでますか。ありがとうございます。はい、というわけでコードギアス反逆のデビュー、奇跡のバースデーにお越しくださいまして、どうもありがとうございます。まあ、冒頭衝撃のシーンから始まりましたが、奇跡のようなドラマがあり、ひとみさんの奇跡のような歌声があり、これからどんな奇跡が起こるのか楽しみでしょうけど、まあその前にですね、キャストの皆さんをご紹介しましょうかね。ではどうぞ、本日の出演者の皆さんです。どうもこんにちは。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 じゃあ、はい、福山潤でございます。はい、福山です。よろしくお願いします。ゆかな。ゆかなです。よろしくお願いします。星水亜美。星水亜美です。よろしくお願いいたします。水島貴博。水島貴博です。よろしくお願いします。杉山礼さん。あ、杉山です。よろしくお願いします。成田健さんです。成田健です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この愉快なメンバーでお送りしていきたいと思うんでございますがはい、いい流れできてますよ。そうですね、いい流れです。順調そのものです。はい、この時間ですね、あの今日イベントを開催するにあたりまして、出演陣の皆さんにですね、事前にアンケートを取らせていただきました。そのアンケートをもとに、はい、フリートークしていこうというコーナーでございます。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは皆さん着席してください。はい、はいはい、ではまず質問1はこんなものでした。どうぞ。一番テンションが上がったシーン、こんな答えがありました。どうぞもうね、読む気も起きないよ、はい、これ誰、白状して。これは誰書いた言った本人か。はいこれはどのシーンですか。いや、やっぱりこれ R2 の第4話の最後のところなんですけど、はい、やっぱこのR2 に入って序盤にもかかわらず、はい、僕の中でその今までその最初のコードギアスをやって全部名言とかテンションが上がることいっぱいあったにもかかわらずですね、うん、このセリフが台本に書かれていたところで僕鳥肌がブワーってきてもう嬉しくって、その休憩時間中にこうニヤニヤが止まらなくてこう早く次の週にならないかなと思うぐらい、あの僕の中で声優をやっていて夢があって、ほうほう、一つがあのこのメス猫っていうのと、泥棒猫とかメス猫とかいうのと、あとこの恨み晴らさで置くべきかと、このボロ雑巾っていうのが言ってみたいセリフだったんですよ。本当に。はい、まさかここでそれなんか後から作ったんじゃないみたいな顔で、いやいや、ずっと言いたいなと思って、それでもちょっとあまり喜びのあまりですね、いろんな方にこれ今度声が出るんだよいや、みんな台本持ってんすよその場で。ああそうね、そうね、はい、みんな知ってるんだけど、みんな知ってるのに共演者に上がったんだ気持ちが、はい、それが僕の中で嬉しかったことです。だってプロデューサーまでテンション上がっちゃって雑巾作ったんですからね、DVD のわけでね、DVD の特典にね、雑巾が作る DVD って見たことも聞いたこともないそうだね、DVD 特典で雑巾って、でもあれは多分会議で最後までギアスマークにするかロロの顔にするか悩んだと思いますよロロの面を使ってっていうことをみんなで言ってたような気がする、まあ、ちなみに他にはこんなお答えがありました。一斉にドーン、いろいろありますね。そうですね、はい、ありますね、特に触れません、はい、触れないんだいや、この後も続々とあるの で、 そうです、ね、続々とございますので、はい、結構 あったような気がします。そうそうそう、他にもいっぱい質問に答えていただいているので、じゃあ、はい、お題2に行きます、はい、お題2はこちら。一番うるうるとしたシーン、こんな答えがありました。ザーン。はい、あーこれは分かりますね、このお答えの方挙手でお願いします。はい、おお、なるほどなるほど、やはりここは外せないですか、お二人とも。そうね、そうですね、まあ、唯一あのジェレミアとしてはあまり出番がなかったもんですからその中で厳選されたこのワンシーンですよ。
じゃあもう選びた。私がそのオレンジ呼ばわりされた以上の感動がありましたここには感動思わずホロホロあこんなシーンがあったのかみたいなね、嬉しかった杉山君僕はそうですねやっぱりあのこのシーンあの何ですか僕も収録にいてであのテストの時から見てたりしたんですけども、はいまあ、テストの時から、まあ、あの2人の、ね、熱演で悲しいやねと思いながら後半なんか台本をめくるの忘れてこうやって見て自分がいてあいかんいかん今どこだみたいなそんな、自分がいました、ね、悲しいやねって思ってたんです関西弁だまあ僕はどっちかというとここ真っ青になってましたけど ね、このシーンはねそうなの、チャーリーのとこはもしくは小さく震えてたかもしれないです小刻みにそうそうそう子犬のようにごめんねって思う本当だよねそうなのあの時は現場でもローローいやでも成田さんここでこう書きましたけどジェレミアがギアスキャンセラー使ったからこうなったんですよ何ギアスキャンセラーギアスキャンセラーギアスキャンセラーってあの成田さんジェレミアが搭載したあのギアスを解くかけてキャンセラー機械ですよえなんでギアスを解く機械で、シャーリー あのルルーシュにかけられたギアスが解けて、全部思い出しちゃってそれでルルーシュのところにバーって行ってバーンみたいな感じで櫻井さん、こちらからは以上ですちょっと分かりました、ありがとうございますちょっと記憶にない他にはこんな値がありました、ドン、はいあまあそうですねやはり思いが強いところありますね最終回って書いたのは僕とはい、僕と私もおですねあ、はい、あの達筆なああの愛していますと言われたところは最終回のあのナナリーにあーはいはいはい愛していますお兄様とあそこですね熱演だったねあそこは来ましたね、うんうん、やっぱりなんだかんだ言っても最終話はね、うん、当然なんだけどね、でしょそうなんですよねアミも、はい、最後にナレーション的なこうモノログというかナレーションというか読まなきゃいけなかったんですけど、うん、その前にナナリーがねなんかお兄様うわーって言った後に私あみたいなもうちょっとうるうるっとしながらアフレコさせていただいてわかるすごくこうなんか思いが強い作品でもあったんで、うんまあ、そんななんかクールな答えを書いてるゆかなだな私ですか、ええ、いやいややっぱりシーツ目線で書いてるので、はい、なんかほらもう分かってるじゃないですか、まあね、そういう展開になっていくことがうん、まあ私は分かっそこまでは具体的には分かってなかったですけど、うん、でも C2 は多分その最終回みたいなことを多分制御ができなくなった時にもうこうなるなって思ってたはずで、だからその後起こっていくなんか彼の身に起こることを一番こうなんていうか具体的に感じたのが多分きっかけが制御ができなくなった時かなと思って。なんか役を通してるところがあるから、あ、そうなんだろうね、うん。どうしても役を通して作品となんか関わったりとか、うん、アンケートがあるとなんか役を通した答えになりがちですね。そうだよね。うん、そんな中の自分のこと書いてるやつがいますけど。じゃあ、はい、こちらです。一番謝りたいキャラクター。あー。じゃあまずこんな答えがありました。じゃん。これは僕です。あみんな拍手ですがなんだこの察しがいいのか皆さんこれもう全てを察しれる感じですか皆まで言うなって感じそうだよでも作品を追っかけててくださってるんであれば、僕、まあ、ひいてはスザク、はい、のその気持ちみたいなものを多分組んでくださってるんでしょうね、ね、不憫だよねそうですよね大きくまとめないでくださいすいません本当にずっとR2 が佳境に入り始めた頃に、うん、須田君は何も悪いこと言ってないのになおかしいなっていうところは結構ありましたよねすごいですもういろんな、あのファンの皆さんからお手紙いただいてひどいですお前は何をやっているんだお前ルールーシュのところに行かなあかんのちゃうんかという、はいまあ、やっぱりそうですよね、お話的にはそっちに行ってほしいななんていうそういう皆さんの熱い気持ちがあったんでしょうけども、まあそんなこともひっくるめてまあ1年半経ったんでみんな俺に謝れとやって言えっかなみたいな、ねうん、ありがとうございますおあ優しい、まあ逆に認めてるっていうことですねまあそうですねそういうことですね他にもこんなお答えがだからスザクって書いてあげたじゃん ありがとう、ね、やっぱ一番かわいそうだったと思う、ねそうですよね、うん、スザクかわいそう
しんみりしちゃった。しみじみ。まあ次の質問に行きたいと思います。はいはいはい、じゃんじゃん紹介していきたいと思います、はいはい。ナナリーが結婚するとしたら誰がいいと思いますか。これすげえ難しいな。ですよね。そうですね。相当難しいです、ね。です結構ギアスに出てくる登場人物ってパンチ効いたの多いですよ。結構一つも二つもね。割とこう様子がおかしい人が多いから。困ったんだけども、こんなお答えがありました。お、二人の方がリバルと、はい、挙手してください。誰？せーの、はい。はい、おお、立候補ですか？立候補なんだ。いや、違う。そういうご本人が。あ、なんか急に嫌になってきたかな、俺。ちょっと待って、ちょっと待って、言い訳させて。何ですか？これは僕がやってたからっていうことではなくて、はい、普通に考えて最初ロロが順当に思い浮かんでね。はい、だけどロロ。あんまりちっともナナリンのこと気にしてないんだ。むしろ邪魔だと思ってるから。むしろ相当なもんでしたよ。ねえ、好きあらば蹴落としてやろうぐらいの勢いだから。蹴落とすなんてもんじゃなかったですよ。で、それを除外して考えた時に、一番こうルルーシュと、まあルルーシュがまだ気心が許せて、で、まだ面倒見も良さそうなのって考えた時に、やっぱり、ああ、消去法で？なるほど、なるほど。大人ですね。さすがです。僕も完全消去法ですよ。あ、そうなの？だってまともな男がいないじゃないですか、他に。あまあ、誰が幸せにできる彼女をリバルは絶対に幸せにしてくれるとするでしょうね。目が見えない分その分トークでこう明るいねこうなんだ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 家庭の一部分だけを見事に切り取りましたねトークっていうところだったんですな、大切なファクターですけど。そうですね。アフレコの時の自分に今だから言えるアドバイス、はい、これはいっぺんに出したいと思います。どうぞ。はい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 。さあどれいじろっかな。なんか字で誰が誰だか分かりますよね。そうだね、まあとりあえず、この一言のセリフに全てをかけようと書かれたのはどなたですか。誰？俺？何ですか、その、まあ、俺だね、ちょっとね。これは、はい、いや、まあ、いろんな、その、一言のセリフっていうか、その、はい、で、俺の役なんだっけ、ジェレミアね、はい、結構あったもんですから、はい、結構そういう意味では、プレッシャーを感じながらね、はい、やってましたね、やっぱね。なんかみんなにすごい求められてましたよね。そう、もうね、すごい痛いぐらいね、感じるわけですよ、背中に。だけどそれにこう惑わされてね、はい、こうなんていうの、受けに走っちゃいけないとかさ、こう考えながら あくまでもで、ね、ジェレミアでね行こうっていうところで、いつも集中しようと思ってましたよ。なるほど。いやでも僕、成田さんですごく印象深いのは、最初のジェレミアの行く末を僕は聞いてたんですね、結構、うん、だけど成田さん知らない中でどんどん没落していく様がですね、僕の中で結構と思いながらもこうグッと思う部分もあって、そして R2 に入ってなんかルルーシュに従うようになったじゃないですか。なった。その後にこう成田さんが、福山君これからもよろしくねって言ったのがすごく印象的だったんですよ。ああ言ったね。ではね、なんかちょっとほっとした部分があって、あの時は。ああ、なるほどなるほど、うん、もうポペなんてまさにそうですよね。そうでしたね、うん、あれはちょっとね、言いたくなかったです実は。ああ言いにくかったですか、うん、やっぱりなんかね、やっぱりポペっていうのはちょっとふざけてませんか、ちょっと。いやいやいや、っていうふうに俺は思った一瞬ね。だけど監督さんとこう話し合いながら、あ、なるほど、言うわと思った。あ、ジェレミア言うっていうか、半信半疑だったけども言うように持っていきましたよ、私は。素晴らしかったです。あの監督とのディスカッションとか我々はずっと見てるわけですよ、これポペがって言って、ポペってもうもう、何回ジェレミアそこで死んだんだろうって、ね、あんなに真面目にポペポペって言ってる人は初めて見ました。だけどね、オンエアはね絶対使われないと思いました、私は。本当ですか。絶対なんかほら、ピコーとかなんかこう変な音でね、変えられちゃうんだろうなって思った。いやいや、うん、したら、放送でやったのって聞いた時にね、あ、そう、なんかびっくりしちゃった俺。本当に放送したのねみたいな。いや、あんだけ頑張ってやったんですか、それはオンエア乗せないとダメですよ、はい、本当に、嬉しかったですよ、はい。でまた次のお題に行っちゃいましょうか、はいはい、どんどん行きましょうかね、はい。続きましての質問はこちらでした。ルルーシュにギアスをかけるとしたら、あ、ルルーシュのだ、ルルーシュのギアスをかけるとしたら誰にかけますか。間違えちゃった。こんなお答えがありました。ザザン。はい、挙手です。
挙手です。はい。おお。前半に引き続き。また被ったよ。また被ったね。違いますね。違いますね。結構、はい、真面目に答えるとこういうところに行き着くってことですね。ああ確かに。はい、それはなんか事務所的なあれですか。事務所的なオーダーはないんですけど。ないない。そういうことでもなく。そうですね。まあ、あのなんていうかこう玉木に、はいはい、お前はやればできる子だってこうはははなるほどギアスをかけて活躍してもらいたかったですね。はあ、あの玉木かっていうぐらいに。須作を蹴散らすぐらいの勢いで。おマジですか。それはちょっと見たい。もっと頑張れっていう意味だったんだ。そうそうそういう意味で。玉木のくるくるキック。くるくるキック。たまたまキックなんじゃない。嫌ですねそれ。ちょっと危ない。はいうん、大中的にはどういう。え僕は全く逆というか。逆なの。まあ玉木は逆何撃墜を非撃墜を、はい、被弾を、うん、被弾しても絶対死なない男だったので、うん、あでもあの生命力はすごいなって思ったんで、うん、あ生きろってかけたけどあかけて もかかってるかもしれないもしかしたらあすでにね、うん、なんか須作のすごい遠くの方で一緒にあってかかって実はあれやられて脱出してたんじゃなくてやられて被弾する前に脱出してたのかもしれないきっと目がカーン光ってガーンって脱出ボタン脱出装置がガーンって使ってバッシャーって自分で逃げて生き延びてたかもしれないなっていうねまあもしかすると黒の騎士団の後輩たちの間ではフェニックスって呼ばれてたかもしれないあ死なないと玉木先輩、ある意味すごい戦力ですよそれねあだ名フェニックスみたいな、あでもなんかその玉木を応援したいみたいな気持ちですよね結構そうですね、はい、愛されるべき愛すべきキャラですから、ねはい、愛すべきキャラですね本当に玉木人気すごいあるんでございますけども、はい、そうなんちなみにこのお題他にはこんな答えがありました一斉にドンなんと3人が、はい、わおなんと3人がはい、はい谷口監督と書いた人はいはい、このサンバカが一番なんかこう思い、はい、いや悩まされた3人みたいな、ね、なんて言うんでしょうねあの別に個人的恨みとかはないんですよ、ええ、ぶっちゃけちゃっていいですよえいやぶっちゃけちゃっていいですよ逆にこの答えありきの質問なのかなと思っちゃった部分は、うんなんかもう質問に誘導された感じあそうだ ね大きな何かの力によって筆が勝手に進んだみたいなそうなんかすでにギアスをだこれうまいこと言ったっぽいですよぽい風にしてますけどもね、はいそんな中、ですね石油王さあなんとなく誰だか分かりますけどねあそこの白いのあまり気にしないでくださいいや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 違うんですよほらなんかね石油王にねギアスをかけたらねあみんなでも買ってあげるよって言ってくれるかなと思ってどんなギアスなのそれ社長さんみたいなこと、うん、お前な字は控えめだけど書いてる内容はひどすぎます、ね、そんな中見てくださいもうほんとこれ、はい地球の砂漠にギアスをかけ、すべてオレンジ畑にする。はい、お立ちください。お立ちください。素晴らしい。これはね、いやー、これは語り出すと長くなるよ、これは。手短にお願いします。そうね。あのね、ちょっとリアルな気持ちだった、この時は。俺もね、一瞬で、あの谷口五郎がふらっとこう、あ、よぎりました。よぎった。よぎったけど、ちょっと保身になりつつ、そしてなんかこう、その時はね、ちょっと曇ってたのね、外が。外がちょっと天気曇ってて、はい、なんかちょっと気分的にちょっとこうずしんとこう、ね、重い感じがしたんで、はいうんはい、そのリアルさがこうなってしまった。こうなってしまった。だからあんまり大して考えてなかったです僕は。いや、なんですかちょっといい話になるのかなと思ってたの。ただギアスが何でも便利な能力になってますけどね。そう砂漠にギアスがかかっちゃう。生物じゃなくてもみたいな。目がないとね。そうやはりねオレンジ畑にこだわりました私は。うんあね、じゃあ続きましての質問に行きたいと思います、はい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 、質問次の質問こちらですダン一番それはないだろうと思ったシーンはい、はい、これは全部出しますせーの、はい、ドンダンダンはい、これはあの挙手制です話したい人いいじゃあ、あのでも話したらいいんじゃないの話したらねじゃあ僕作品絡みでおじゃあちょっと、やっぱりかなり終盤に近づいてきまして、うんうんうんタイトルが意味深であり、うん、我々も起こる出来事を考えて、うんうん、こうなるんだってワクワクした収録で、うん、土の味ってあるんですけれども、はいはいはい、あそこのところで須作がよく来られたねって言うんです、はいはい、言ってみてください気持ちよかった、よく来られたねって言ってみてください、うん、
よく来られたねって言ったら、やつはですね、ルーがつくやつはですね、あの自分のルートとかその来た経緯を話し上がったんですよ。ええ、あ、そうだった。ええ、そうそうそう。それに対して須田くんは真面目に違うよと。よく僕の前に顔を出せたねって意味だって。親切だったね、あれね。これものすごい、ものすごい漫才ですよ、これ。なんかよくできた何十話もかけたオチだよね、あれは。それに対してうってなってなんかすごくシリアスになってるんですけど、僕らこれどこまでマジなんだろうと思っていいシーンだったよね。いいシーンですよ。いいシーンだと思う、名場面たくさんですよ、この。いや、これはね、どれをとっても名場面だと思う、でしたね。逆にどれか聞きたいのありますか、この出演者の中で。右下でしょ。右下ですね。右下でしょうね。直球やな。あの、基本的に右下はいいです。右下、大体右下あんたが書いてるでしょ。あんたがそこに、あんたが一番右書いてるでしょ。いや、あの、けしからおっぱいって言ったのはこいつです。そうだった。いや、そうだった。そこは証人になる。でしょ、でしょ、うん、いや、桜井さんがたまたまここの回答をですね、僕の目の前で書いてたんですよ。はい、そうなんです。で、裸のカレンって書いて、そうですよね、けしからんおっぱいしてますもんねって言ったら書いたんです、この人。だって、けしからんおっぱいっていいフレーズだったんだ。はい、じゃあこんな感じで、ルルーシュに誕生日プレゼントを送るとしたら、これも一斉に出します。ドン、うん、はい、はいはい、こんな感じになっておりますね。はい、そうだな、とりあえず右下はいいんで、はい、後回しという意味ね。あれは、あの、穴を埋める作業ですね。右下、右下、リクエストが。右下は機動戦士ナナダムです。ナナダム、ナナリーガンダムです。はい、ガンダムなんです。でもこれ、お手本書いたのは、そう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 、ね、これも、あれ、ジュン、ガンダムってどうやって書くんだっけって言ったら、こうやって書くんですよって、サラサラサラって書いてくれたの。すごい、スラスラ書いて、すごい、これが写した。そう、だけど、額の部分だけ最初に桜井さん書いちゃうんですけど、額のところが逆なんですね。そうなんです、間違っちゃったんです。本当だ。そう、逆だ、逆なんですか。机の向かいで書いてたから、ね、見たまま書いたら逆になっ逆になっちゃったんでございますけど、ね。はい、なるほど。お客さん、どれか聞きたいのありますか。オレンジ、オレンジ、はい、オレンジは誰ですか。はい、わかんないです。オレンジね、はい、これはやっぱオレンジしかないと思いましたよ。思われましたか。忠義に生きたね、あの、はい、ジェレミアが、はい、ね、最後に、プレゼントできるものといったら、この体とオレンジ。あ、その2つですよね。そう、それしかないと思った。いい話やな。そして最後に、はい、ポペって終わる。あ、どうぞポペッ。ポペット別に何の意味もないんですけどね。ただ、なんとなく今そう思ったんですよ。成田さんの答えは、7割方オレンジでしたね。素晴らしいクオリティです。完璧じゃないですか。本当に、いやー、まあ、いろいろアンケートにもお答えいただけましたけども、はいはい、ここで会場の皆さんにもちょっと振ってみたいかななんて、はいはいはい、コール&レスポンスしてみたいかなと思います。はい、まあ、これだけ集まってくださってるのもこの作品の人気ですから、はい、この作品の人気を、はい、担ってるっつらやっぱはい、ルルーシュと増田かななんつって思うんですけど。思っちゃう。まあまあ、まあ、恋人にするんだったらどっちかななんていうのをちょっと聞いてみ、おいおい、こら待て、ちょっと待って、段取りってものがあるんだ。お前ら段取りってものがある。分かってんか。怒ると怖いよ、この人。悪者の顔になってる。みんな蹴られちゃうから気をつけてね。くるくるキックされる。すげえ汗かいてるけど気にする。あちんだ、あちんだ。一人だけすごい、ね、すごい、ここでくるくるキックしたらすごいしぶき飛びますよ。あ、ちょっと今やばい、かなりね、ジューシーだから。じゃあまず、ルルーシュって人を拍手。ありがとうございます。あ、なんか多いな、はい、やっぱ会場大きいからたくさんの人がいるんだな、はい、じゃあ続きまして、スザク。おお、素晴らしいじゃないですか。はい、これはもういいんじゃない。なんか、すごい一生懸命叩いてる人がたくさんいる。音量は同じだけど、私が頑張らなきゃ、スザクがみたいな、なんか、ありがとうございます、ありがとうございます。まあ、引き分けだね。はい。いいですよ。そうだな、あとは誰を恋人にしたいとかあります。うわー、成田。ゴローがすごい多いんですけど、今こっち来てすごく聞こえます、客席から来るのが。ゴローが多い、うん、ゴロー、あ、ロロ、ロロ、え、ロロ、ロロ、本当ですか、ロロ、本当ですか。
ロロロロこらさっきのロロの最後の時を話せばよかったのここで。あ、ここで今そんなびっくりされてなんかもう島に入りましたやったよかったね。ロロ、ロロ人気あった。大好き、大好き。おー、俺も大好き。やっぱりボロ雑巾効果ですかねまあね、得点にもなってくれるもんね、雑巾がね。なんかもう大満足ですね、僕はね、はい、出てきた時はえらいテンションが違う。確かにそうです、ね、信じてたからみんなのことね。でもね、リバルとか絶対いいと思うよ。いや、俺もリバルがいいと思う。いやでも、ね、かっこいいキャラが多いから、ね、絶対いい旦那になると思う、本当に。絶対ゴミとか捨ててくれますよね。絶対あった。俺、あのリバルに朝ごはんできてるよって言ってほしいんですけど、はい、行きますか。おはよう、後ろ手にトン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 ってやってから、こういう風におはよう朝ごはんできてる。そうそうそう、おはよう朝ごはん何のコーナーですかこれいや、悪乗りしとくとこだろここ、はい、じゃあ、いきます。お願いします。トン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 、もう朝ごはんできてるよあー、いいや、いいでしょ、いい。ただ、なんでだろう、なんか2つのシチュエーションが恋人とのなんか朝っていう他に下宿のなんか料理長みたいなでも、あとさ、本来このフレアでこの2人にするはずなのよ。ああ、多分ね、うん、やっぱ女性、あれ、なんでびっくりしてるの、アミ。いや、振られると思わなくてやっぱりこう女性でね、その声を聞けたらいいななんて思うんですけど、はい、やっぱリバル聞きたい。そうだよね、なんか言ってほしいセリフとか、なんかそうだな、C2 C2 だからね、言わなさそうな。ピザ来たよ。でもレア何C2 だったらピザ来たよピザ注文してあるぞ、ピザ届いてるぞ、冷めないうちに食え。いや怖い怖い、これは好物だったなとか。なんだ M 属性の人が多いのかわいいんだかわいいね。C2 かわいいよね、うん、ね、ありがとうございます。彼はなんだろうね。彼ね、初めにもらった設定資料の中に、うん、彼女が料理をしたら全て消し炭になるだろうって書いてあったのグレンの炎に燃やし尽くしちゃうみたいで。でもあれじゃない、泣きながら食べないとそうだね、ダメじゃない、作ってもらったら、うん、そうだよ。なんか作ったんだけど全部黒になって、あたし食べるからいや、いや、美味しいよ、美味しいよって、ごめん結局ここ、女子キャラまで含めてリバルしかあれが似合わないからなんか、やっぱダメなんだね、リバルじゃないと。ここ一回言ってもらおうか。あ、ルルにも。あー、それはえ、何がですか。え、なんだろう、ルルになんかちょっと家庭的なことだよね。家庭的なことで今月も赤字だそれをかっこよく言ってじゃあルルが、はいはい、今から家計簿見てどんな気持ちになるんだろう、はい、家計簿家計簿今月も赤字だはい、結構苦労してますからね、若い時に。でもね、そんなの気にせずピザ取るよ。うわ、はい、そういうふうに働かないとか。いやほら、はい、カードは借り入れできるから、はい、こういう女房がいるからどんな頭脳を使っても赤字なわけですそうだ、何をどうしてもすごい伝わってました。データを改ざんとかしてね。うわ大変だな、帳尻合わせ大変だな、大変ですよ。大丈夫、あ、お、お、あらあら、このおなじみの音楽は、皆さんどうぞ会場中央の通路。さあ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 、ケーキが今まさにステージ上に登ってまいりました。はい、はい、さあ大きなバースデーケーキが入場してまいりました、はい、本日12月5日はルルーシュの誕生日です。皆さん今一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。ルルーシュに代わって御礼申し上げます。ありがとうございます。拍手を。お、すごい。ありがとう。ここは、はい、これのハッピーバースデーソングを歌いながら祝福しようじゃありませんか、はい、ねえ、ぜひ皆さんも、皆さんもですよ、はい、縁起物でございます、はい、では行きましょう。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアルシュー。
さあ、消せ消せ、いきます。あれ何？今強くなりました。よし。でも汗だくよ。おしぼり出てきた。おしぼりか。さあ皆さん、かなかった、はい、今日はルルーシュの誕生日です、はい、彼の誕生日を記念して皆さんと一緒に記念撮影でもしましょう、うん、いかがですか。どうですか、どうですか。皆さん、皆さんも先ほど使用したゼロのお面をかぶってください。いいですか、1500人のゼロを皆さんで作り上げましょう。映ってもいいよっていう方は浅く、まずいっていう方は深く顔かぶってくださいね。はい、では行きましょうか。今日のこの晴れ晴れしい日を記念して、はい、はい、チーズ。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、ただキャメラの方回っております。お、わあ、すごい、いいですね。はいはいはい、皆さん、はい、失礼します。はい、てなわけでここでは一旦出演者の皆様にご退場いただきます、はい、今一度盛大な拍手をお願いします。ありがとうございました。パチ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 、ではご退場ください。皆さん、はい、それでは最後に皆さんに素敵なプレゼントをお送りします。ひとみさんよりコードギアスを代表するあの名曲を歌っていただきましょう。それではよろしくお願いします。This dark is night.
会いたいね、そんな思いで作ったコンティニュードストーリー。今日願いが叶いました。皆さんと一緒にこの曲を歌ってみたいの、いいですか？ありがとう。じゃあ行ってみます。ワン、ツー、スリー。ありがとう。もっと大きい声でいきましょう。ワン、ツー、スリー。3階の皆さん、行きましょう。ありがとう。1階のみんなもね。皆さんありがとうございました。ありがとうございました、イベントの方いかがでしたでしょうか。楽しんでいただけましたか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。やはりひとみさんのお歌があると締まるというか、本当奇跡のような歌声で、僕も今癒されていたんでございますが、このコードギアスという作品はですね、素晴らしい作品なんですが、多分みんなの皆さんの心のどっかにちょっとした傷を残したんじゃないかなと思うんですよね。それぐらい何かちょっとこう心を持っていかれるというか、そういう作品だななんて僕はやってて思ったんですけども、またこうやって1年以上経った今こういう形のイベントで皆さんと会うことができて本当に嬉しかったです。今日はありがとうございました。それでは出演者の皆様からも一言ずつコメントいただきたいと思います。成田さんお願いします。今日はどうもありがとうございました。足掛け3年ですかね、もう、僕自身も、全力で、この作品に、臨み参加させていただきまして、そして、今日ここに来てくれた皆さん、そして今日来れなかった皆さんの心の中にもこれだけコードギアスに対する気持ちが、詰まってるんだなっていうのを再確認してすごく今日は感動させてもらいました。今日は本当に楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。成田さんでした。では続きまして杉山さんよろしくお願いいたします。はい、皆様ありがとうございます。皆様今日はありがとうございました。そうですね、本当にもうね、空席ないんじゃないかぐらいの勢いで皆さんに来ていただいて、なんて言いますか、みんな僕個人自体がですね、この作品で、リバルという役をメインでやらせていただいていて、
とても明るくてテンションの高いキャラクターで、とても個人的に好きなキャラクターでして、で、まあ、テレビシリーズ終わって1年ちょっとですか、桜井さんおっしゃってましたけども、ということで久しぶりに、皆さんと、まあ、この揃って、舞台でお客さんの前で、リバルというキャラクターを演じさせていただいて、とても楽しかったです。これからもですね、DVD の方で、もう発売されてますので、そちらで2度3度と楽しんでいただけたらなと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。杉山さんでした。ありがとうございました。大中、はい、ありがとうございます。なんか今日はぐっすり眠れるような幸せな気分ですね。やりきった。はい、ありがとうございます。本当に、シリーズ通して、まあ、ロロを演じてきてですね、ロロは19話かなぐらいで、残念ながら、お墓の中に入ってしまったんですが、その頃からこうずっとそれまでのロロとそこからのロロ、その時のロロの印象とかすごく変わってくれたらいいなとか、いろんなことをしてきちゃったキャラクターだったので、僕自身もここに来て、ロロって皆さんにとってどういうキャラクターだったのかなっていうことをこう、ね、シリーズ終わってまたここに立って改めてこうなんかこう、まあ、コールアンドレスポンスじゃないですけども、たくさんこう声援をいただいたような、とてもロロをやっててよかったなとも思いましたし、まあ、ほんのとちょっと嬉しいのは、R2 になってからの、キャラクターでこの場に立ってたのが僕だけだったので、すごくラッキーというか、ね、もう本当に感謝の気持ちでいっぱいなんですけれども、まあ、そう言いながらちょっとじわっとこう 今, 皆さんを見今回今のタイミングで皆さんを見てるんですけどね、いやらしく、あ、いやらしくじゃなくて、どういう意味だ、いやらしく、違う、いやらしくじゃなくです、いやらしく、ほら、こんな風になっちゃったすいません、いや、そろそろまとめないといけませんね。そうだよ、いや、本当に3階席までね、はい、ちゃんとこう皆さんに見てもらいたいなって思ったら、ほら今降ってる、あ、見える見える、あ、本当たくさんサイリウムも降ってもらってて、すごいですよね。だ、3階席の皆さんにも分かるにはこのくらいの角度でこうやってやらないと全体に伝わらなかったかななんて反省もちょっとあるんですが、まあいっかいや、でも本当に楽しかったですね、なんか雑にまとめようとしてるの。違います、雑に、いや、もうね、胸いっぱいで収まりがつかなくて。なるほどね。いい加減はけろよってその端っこら辺が思い始めてるんでそろそろ引き上げたいと思うんですけれどもね。ねえ、もうヒョウ柄が3人もいるの。そうですよ、ヒョウ1、あ、ヒョウ1、ヒョウ2、ヒョウ3。なんでここでそれを広げた。大丈夫、大丈夫、大中君の締めの言葉です。ギアスといえばヒョウ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。やりきった。頑張った。素晴らしい。いや、素晴らしい、素晴らしい。アミー、え、私これの後喋りづらい。いけるいける。小清水アミです。今日本当にどうもありがとうございます。いや、なんかこうまたこういう形でカレンを演じることができてすごくこう幸せです。で、なんかやっぱりカレンって見てくださってる皆さんとある種同じ目線でいろんなことを同じタイミングで知り、驚き、なんか悩みみたいなことをしてきたキャラクターだったので、なんか演じる上でいろいろ悩んだりしたこともあったんですけど、すごくこう個人的にはまあある種小清水本人とは別のところで自然体にこう演じてこれたかななんて思ってるキャラクターで、今回もまたなんかちょっとこうギャグテイストでしたけれども、またこうやって C2 やルルーシア、スザクなんかとこうじゃれ合った会話ができてすごく楽しかったです。そしてですね、一個ちょっと宣伝をさせていただいたんですけれども。宣伝って言っちゃったね。はい、はっきり言ったね。こちら今私つけさせていただいてます、グレン錦式、起動機ペンダント。はあ、言えた、はい、こちらがですね、なんとこう発売になるんですが、この会場で先行発売100個売っておるそうで、よろしかったら見ていっていただければななんていうのと、詳しくはいつ発売されるかなんかもね、ホームページを見ていただければというお話なので、よかったら小清水亜美とお揃いにしませんかって。いや、いや、使命は果たした。
本当に皆さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。じゃなあみ。さようなら。シーツーさようなら。ルルシュ。はい、ではゆかな。はい、はい。ありがとうございます。今日ね、この奇跡のこの日に、奇跡のこの場所に皆さんと一緒に過ごせたこと、すごい楽しく嬉しく思います。この作品はなんか思い返せば奇跡がすごくいっぱいあって、奇跡の積み重ねであったような気がすごいするんですよ。なんかきっとね、最初は監督はじめスタッフの方々が起こした奇跡で、その後は皆さんが支えてくださって作ってくれた奇跡なのかなって思うんです。だから今日ここで奇跡が起こったことをもっともっと嬉しく思います。で、この場に入れることをすごい嬉しく思います。今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。ゆかなでした。残りましたるは、はい、まあここで喋るのもなんですから、ちょっと堂々と真ん中に行かせていただきましょうか。センターに行かせていただきましょう、はい、皆様楽しかったでしょうか。じゃあこういうことで恒例ではありますが、3階席楽しかったですか。ありがとうございます。ありがとう。それでは2階席の方、楽しかったですか。ありがとう。ありがとうございます。それでは1階席、楽しかったですか。ありがとうございます。ありがとうございます。もう本当にどれほどすごいことかと思うんですよね。やはり放送が1年経って終わってから経って、うん、でやっぱり物語にもうちゃんとしたこうフィナーレが迎えられて、ね、にもかかわらずこうやって皆さんがこの場所に来てくださって、うん、そして一緒にその同じ空気を味わえる、で楽しみを分かち合えるということで、本当に3年前にですね、ルルーシュの役に決まりまして、その挑戦させていただきまして、本当にいろいろ楽しいことも苦しいこともなんかこう悩んだことも含めて、本当にこう毎週毎週戦いながら来た作品がですね、このように皆様に多大なる愛で迎えられて、そして今日はですね、そのキャラクターのルルーシュの誕生日まで祝っていただけたということで、本当にありがとうございます。本当にですね、すごいパワーを感じますね、はい、うん、もう何と言ったらいいのかわからないぐらいの感動でいっぱいでございます。もういろんなものをこの作品でいただけました。皆様の愛だけではなくて、本当に期待もそして喜びも、で我々もやりきったっていうその自負も全てこの瞬間に集約されていたらかなと思います。皆さん本当に12月に使うえバースデーの意味を、そう、今日はレクイエムではない、これは神聖、新たなる誕生の日なんだ。今日ギアスは新たな段階を迎える。近いお前たちは新たなギアスに戻る。希望せよ、待望せよ、熱望せよ。我は明治勝ち抜き、その瞳に癒やすのよ。